連山地湾族やお族自治権は中華、人民共和国関東省清支援市に位置する自治権。506年に南朝張により設置された広の県を前身とする。590年、随朝により広の県は広沢県と解消されたが、601年、当時皇太子であった洋広氏の意味名を避けるために連山県と解消された。1148年、 北総により、連山県はほど山形と解消された。元初に、再び連山県の省に戻された。1816年、成長により、連山県は、連山水、養直霊町と改変されたが、1912年、連山県と改変された。中華人民共和国が成立すると1953年3月に、連南八王族自治県と合併し、 研究の村地南八尾族自治区が成立したが、1954年2月に連山県が分割されて復活した。1955年9月に連南八尾族自治区は、連南八尾族自治県と改変された。1958年5月に、連山県は、連山地湾族八王族自治県と改変された。1959年3月、連県、日山形。 連南八尾族自治権、連山地湾族八尾族自治権が合併し、連尾、各族自治権が成立した。1960年12月、日山形が分割され、連尾、各族自治権は、連州各族自治権と解消された。1961年10月、連州各族自治権が分割され、連県、連南八尾族地湾族自治権が成立。 小石地区の管轄とされた。1962年3月、連南八尾族地湾族自治権が分割され、連山地湾族野尾族自治権、連南八尾族自治権が成立した。1988年1月に、新園市に移管された。下部に七賃を管轄する。ありがとうございます。